はいでは、えー、と資料3に移ります、えー、と議題の3、見える化ガイドの改定についてということで、えー、ご説明を申し上げます。えー 1> 第1回検討会指摘事項への対応につきまして、資料ではですね2ページ、3ページに入れておりますけれども、まず目次で全体感をお伺いいたしますと、まず大きな話題としまして、ラベル表示のところでございます。これはえっと資料1の方で、農林水産省様の方からご説明あったものとも関連するところでございます。1のところは先ほどのえっと星の数のところにつ通じるところでございます。 それから2は、スコープ3 a の活用時の注意事項ということで、g h プロトコルでの使用の期待というのがございますが、こういったところへの使い勝手とか、ですねそういったところについての検討結果でございます。それから3、全般にかかるというふうにまとめておりますけれども、委員の方から資料さんについては第1回の時にさまざまなご意見をいただきました。こちらについて、それぞれ項目を切りまして、ご回答する形としております。 スライド2番にいきます、えっと。振り返りということで、見える化ガイドの更新にかかる第1回の論点と指摘でございます。え大きくですね、えっと、スライド2、スライド3にまたがっていますけれども、えー、消費者への見える化という観点、それからえスライド3で生産者への見える化の観点、え企業への見える化の観点と。 こういう3つの観点から書いてみますけれども、それぞれ委員のご指摘については、スライド2に戻りまして、表示のところ、数値表示や消費者に関わりやすい、信任性が高い、こちらは資料1でご説明があったとおりでございます、行き地についても消費者にコミュニケーションをするということを考えた場合に、やはり信任性が高く理解をしていただく入り口になっているということが、アンケートの結果でも、実証の結果でも示されているところでございますので、これを踏まえたご提案をしております。 それから環境にプラスな表示というところについては引き続き温室効果ガス削減なのか、生物再生保全なのかということが11月の際にも言われましたけれども、こういったところを考慮したものということで進めているところでございます。それからラベルに追記する事項ですとか、あとそれからここで信頼性の担保、それから消費者への訴求というところがありますけれども、それぞれこのラベルの運用ということを踏まえたこちらでの 準備ごご提案の資料とといいうことで後ほどご説明いたしますそれからスライド3の方、こちらは生産者の取り組み促進に向けたということで、簡易算定ツールの利用方法もさることながら、農家目線で脱酸素の見える化、こういったところに取り組むそもそも取り組むということがどう価値があるのかというところ、これはトレードオフになるものという言い方もありましたが、金銭的価値。 な委員の方からも言われていますけれども、そちらの位置づけを示しています、それからスコープ33点への活用というところで、こちらについても、より例えば企業の取引の関係、あるいはスコープ3カテゴリー1、原材料のところですけれども、そこに生産者の方が自社の補助で計算した結果というのが使えるということについての、模式的なものも、見える化ガイドの方に載せようということで、その案を示しております。 以降今ご説明しした内容についてて補足してまいりますますず、見える化ガイドですけれども、昨年、2022年の9月に農林水産省様のサイトの方で公表されているものが、まず最初のものになっておりますけれども、こちらの本編、それから別添資料2つあります、簡易算定シートマニュアル、それから紹介資料と。 いうことになりますけれどもそれぞれ本編の改定をこの検討会を踏まえた議論こちらの方を反映させた形でさせていただきたいということこれは第3回の方でお示しをしたいと思います別添資料の方の算定シートのマニュアルの更新20品目に増えるということだけでなく様々な今今年度削減技術にも入ってますのでそれを盛り込んだ形こういった形での加算定を公表していこうというところでございます まず、えー、ラベル表示のところでございます。えっとスライドの6番になりますけれども、えー、東急ラベル表示の運用、えー、先ほどの第資料1と重複、えー、しますけれども、えー、視認性の良さ。 それから消費者の説明のおいしさ、こういったところの観点、小数点表記なしの3段階表示ということで書かせていただきました。小数点なしというのは、他の星の制度などを見てみると、例えば統一省エネラベルなどですと、星の半分まで塗ってです、ね、数字を示す、こういった形もあるんですが、今回のラベルでは、星については、まず1つか2つか3つかと。 1つつくということでも非常に、えー、とインパクトがあるという,ようなことでの消費者コミュニケーションにつなげていきたいということでございますでこの行き地の考え方はスライド7に、えー、とこれ今、米のものを例示してご説明した資料になっております。これはあの必ずしもも、ねえー、もう決まったものと いう位置づけではないので、あのご,あのご了解いただきたいんですけれども、えー、今年度、令和4年度の見える化実証で、えー、米の生産者様のいろいろデータをいただく中での出地の設定の方法でございますので、最終的に定まったものではございませんけれども、えー、と見ていただきますと、標準値と呼ばれているものに対して、えー、と水電メタンが非常に大きいという、えー、特徴がございます。でえー、と農薬ですとかか、えー、肥料料それから燃料 まあこういったところが生産の現場で削減していくとか工夫していくというそういう余地になるところなんですけれども米の場合、なかなかここを削減していくということで全体が大きく減るということでないというようなことも分かっておりますでその場合に例えば、域地というところの設定の方法なんですけれども例えば農薬化成肥料5割減ですと削減率は全体でいうと6%になります。 えー、有機肥料あごめんなさい有機農業という形になりますと、えー、削減率は11%になります。で中防止期間の延長というものになりますと、えー、削減率が24%になってまいります。でこういったものの組み合わせで当然あのいろいろ、えー、生産者の皆様ご 工夫をされていくということなんですけれども、仮に遺棄地を今、赤字で書いていますけれども、削減率5%で星1つ、削減率10%で星2つというような形で設定すると、こういった現場の努力というのをしっかり表現できるということになるということであります。 ただ一方で各等級の域地こういったものをえまあこれで固定していくということではないというのを講談でも書かせていただいていますけれどもまずはこういう削減率と等級の域地というのの関係をえ一旦こういった形で設定をして進めていくというようなことのご説明にしての資料でございます。 でラベルの運用方法というところで、今の信頼性ですとか、それから今後、取り組んでいかれる方が広がっていく、そういったところを担保していくというところを入れています。まず4つ、ラベル表示ガイドの運用方針ですとか、簡易算定シートの運用方,法方針、信頼性担保の運用方針。 ラベル表示の運用方針ということで、これは計算をして星をつけるだけのものではなくて、当然、コミュニケーションをしていくというところを担保しなければいけないというところがございます。 愛想ですとかそういったところでの規定もあります規定というか、まそういったものに対して準拠していくという方向性ではあるものの全てそれに準拠しなければいけないということではなくまずは信頼性担保という観点で必要なものを必要な限りに参照するということでありますで、算定の負担とのバランスというふうに書かせていただいてますけれども流動を細かくしていけば 算定ののの現場の負担とといいいううは上がっていくということでありますこういったところのバランスを取っていくという運用方針、でこれを今、このラベルの見える化ガイドの方にも書くことで、これを読んでいただいた方が、あこういう形で運用していくんだね、将来、課題のところもしっかり今、目線に入っているんだねというようなことを知っていただく、そういったものにしていくという方針でおります。 2番目のスコープ3の活用時の注意事項ということでございます。こちらについてはシート10、11で示しておりますけれども、まず GHG プロトコルの中での開示できる情報の範囲ですね、これを明記する形で、どこまでのデータが提供されるかというところを説明しようとしております。それれれから次次ののペーーージここもサプライヤーの方二データ あとそれから一時データ、どちらのデータも利用の方法はあるんですけれども、一時データ収集にあたって、機与度の大きいところから優先的に情報収集できるような仕組みになっているというようなところをご説明しつつ、限界もある、限界というのは信頼性を担保した上えで、そういった情報が食品加工事業者の皆様ですとか外、外食、小売の方で使っていただけるというようなところを書き込んでいこうということでございます。 全般にかかる指摘事項への対応ということで、1つずつ説明いたします。まず消費者向けへのインセンティブの検討につきましては、資料1の方であのご説明があったところでございますが、えー、脱炭素国民運動員に受ける食のアクションというところとえ連携していくということでございます。これをえっとメルカガイドの方に明記していくという方針でございます。それからえっと基準の将来的な見直しのところでございます。えー、標準値 それか遺棄地、こういったものを今、算定シートの方では、のこの検討会のご意見いただきながら決めて進めているところでございます。前回の第会で地球温暖化対策計画で基準年としている2013年で固定しというところについてご了承いただいたところでございますけれども、今後、この標準値というのをそ、その2013年というところからどのようにしていくとか。 とといいうところについてはあとそれから遺棄地の取り扱いについても、えっとえー、先ほど、えーまあ、情報の取れる、えー、範囲ですとか取り方というのを工夫しながらということも含めてですけれども脱炭素技術の取り組みの進展を踏まえて、えー、5年程度で更新を検討していくというようなことも書く、えー、ということをご提案しております。 さら、えー、なるデータの収集状況というのが、やはりこのスキームの完成度を高めていくというところに寄与するというところについてもあ,のあると思いますし、これはやはり参加していただける生産者の方が増えるということが何よりも重要だというふうにあの整理できると思いますので、えー、こういったところを踏まえて、えー、星3つの人、今、えー、星3つは取れるというような方々であっても、さ、え、ら、ー、に努力し続けられるような、えー、そういった工夫というのを目指すんだということを。えー ガイドの方方ででも記載をしていいいいくというういうそ針でございますこの資料は信頼性担保の仕組みということでありますけれども透明性の高い情報提供スキームそれから出し手の自信と情報に対する受け手の信頼感というふうに書いております。こちらも、えー 今回、もう自己宣言ということで進んでいるこのスキームといいますか考え方でおりますけれども第三者検証ですとかそれから算定の支援とかそういったところをいろいろ準備をしていくことでこういったところの信頼性確保ですねこのレベルを上げていくということも将来的には見据えているということをアピールしているものでございます、え。ー 3.4はライフサイクルアセスメントに関する中期でございます。えっとこれは信頼性担保とえっと表1対だと思います。あの LCA との関係についてえやはりあの下記の内容をガイドに追加するということをお提案してまして、表の1はこれはえまあ算定をされる方、えっと今生産者の方。 に入力をお願いししてたりしますけれども実際に実証事業ではですね小売の店舗の方と協力してこういうシートを作られるというそういうい場面もあると思っております。ですのでこういった方々がこのシートをどういうふうに使っていくのか算定方法から今、地理的要因まで書いていますけれども今現状でこの LCA ができる範囲と限界がある範囲というのを正しく理解をし あるいはその情報を適切に提供するというのも、このメール化ガイドの役割だということがありますので、そういったところを書かせていただいたものと、あと、仕のには、等級表示の追記案ということでございます、これも店舗で商品を手に取っていただいて、この中継が全部書けるわけではないんですけれども、こういった情報の提供がある一定の、例えば公式なサイトに飛ぶと、こういったことがしっかり書いてあるということも、信頼性の担保というところとつながってくると思います。 えまあそのままえ脱炭素アクションというのをしっかりあの政治化していこうというところと、そのままえと比較できるものでないというようなこと、こういった内容になっておりますけれども、目安として見てほしい、それからえ各生産者の生産努力を評価するということについてのえと記載もえすることによって、より精緻に情報を知りたいという方にえお答えするような、そんな形のえとガイドにしております。 産、えー、定における生産者のサポート体制につきましてです。あのー 先ほど来、ご議論がありますとおり生産者の方でもさまざまな経営規模、あとそれから経営体の姿もさまざまだというところがありますので引き続きデータの入手の仕方ですとかそれから算定シートの使い方についてのご支援もしつつですね実証事業、来年度も行えるというふうにお聞きしておりますけれども必要な支援というのを提供していくということでその広がっていくというところにつなげたいというところでございます。 先ほど申し上げた、えっと、分冊の方ですね、別定の分割の方の簡易操作マニュアルについても、えー、20品目程度、えっと、拡大するということと加えて、削減技術も昨年よりもあの増強しております。えっと、先ほどあの、えっと、スライドをです、ねあのえー、順番に書いたような形になっていますけれども、えー、昨今ですと、えー 操作方法をですね、フローにして、こういう形でということをガイドするということもありますので、工夫をして、マニュアル見ていただく方の目線で見直しをしていきたいというところでございます。今後の対象範囲についてでございます。次のページにありますけれども、先に、スライドの20にありますとおり、本事業では、 簡易算定シートとしては、生産者の方が把握できる範囲ということで、緑色の枠を掲げたこの範囲に絞りまして、ライフサイクルというふうに定めて、GH 排出量というのを算定しております。 これについては、昨年もそうなんですけども、やはり生産段階ですね、農産物というのはライフサイクル全体の中での生産段階での自営排出量の割合が高いことから、その主要なところを抑えるということに鑑みて、こういう範囲を作っているということでございます。ただ、農産物のライフサイクル全体について、これも第1回でもご指摘ありましたけれども、全体での算定ということについても、これから需要が上がってくると、ニーズが上がってくるということもあると。 いうことを想定した場合の措置として次年度出荷段階以降の環境負荷の反映についても方向性を示すということを検討されるということで予算措置もされているというふうにお聞きしておりますこういった内容を記載していくという方向の案でございます最後生産者に対する脱炭素の取り組みの訴求ということで こちらについては今まで算定シートで算定をすると数字が出てきてそれを今年度、等級表示にするということでつながってきておりますけれどもそれぞれ意味合いというかです、ね、使,って使える場面というのがさまざま広がっているということをお示ししたものになっております。 まず、簡易算定シートではまあ数字が出てくるということなんですけれども、この数字というのは、例えば脱炭素コミュニケーションでというところで言うと、スコープ3ですか、SBT、こういったところで事業者の方が使っていただけるという余地もありますし、あと一方、他方、金融機関さんがですねこういったものに対して、サステナブルファイナンスというのをさまざま考えていらっしゃる中でも使っていただける数字にな,ののなる可能性がございます。 一方で、先ほどのコミュニケーションということがありました、東京表示でのコミュニケーションの中で言いますと、カーボンニュートラル社会に向けた脱炭素アクションというのを、農産品、商品を通じてアピールするというところでありますので、こういったところの広がりがあるんだと、ぜひ、この簡易算定シートでの算定と、このスキームでの GHG 排止削減、そういったところに取り組んでいただけます。 いただけるようにということで生産者の方ステークホルダーの方皆様がこのガイドをとっにとって読んでいただきその理解を深めていただくというところにつなげるような資料として掲載したいというところでございますこういった指摘事項のですね反映についてはえっと次のページ にえっと一覧表で書かせていただきました。ここ22、23、24スライドになっておりますが、と内容についてはご説明はえっと割愛いたします。が、え段ご質問ご意見等いただけたらと思っております。事務局からは以上でございます。